お疲れ様でした。いいえ、疲れてないです。お名前をどうぞ。岡本健一です。はい。本当にあの全員へのインタビュー本当にお疲れ様でした。いやこれは なんでこう企画したかっていうと。そう、それを聞きたかった。やっぱりあの俺たち大体コメントしたりとかするのってあのパンフレットでもあの始まる前なんですよね。うん、全然もうふわっとした感じでこう喋、ね、ってるから。それで稽古の姿をみんなの姿を見てたらやっぱみんなすごいから今何考えてんだろうっていうのをちょっと知りたくてで稽古中ってあの、ね、自分のこととかで精一杯だからあれなんだけどちょっとこういう時間も設けるとちょっといろんなことが聞けんのかななんて思ってでやっぱ聞くとみんなそれぞれねちゃんとしたビジョンをちゃんとしっかり持っててで聞いてるうちにやばいやばいって自分もあのなんだろうせっつかれるような、うん、あこんなちょっと 俺ももうちょっと足りないかもしれないとかいやいや なんでしょうねあの叱咤されるようなねそんな時間がたくさん得られましたね栗田さんとかともね、でもあんな風にだって面と向かって改めてやるのって初めてだったんじゃないですか、まあ、面と向かって基本的にそんなお芝居の話とかしないですからねまあでも栗田さんと喋っても全然関係ない話ばっかりなんですけどでもまだまだ楽しみですねいやいやでもじゃあ金さんの話聞かせてくださいよいやいや今回ね何ですかバチスト、はい、アルベール、はい、サミエルですね、三者三様の父親像ですよね、どうですか一人一人が本当性格も、まあ、環境も、まあ、もちろん時代も違うから一つのことを言っても気持ちが変わるんですよねその思い、まあ、強さとか強くいける時といけない時とかあとこの人だったら言えるだろうっていうのがこの人は聞いてるんだとかこの中で溜まってるんだとかなんかそれぞれのあのなんだろう人間の気持ちをこうなんか体感できるのがちょっと面白いななんて思って特に最後の方なんてこうみんな女性たちがみんな出てくるとあこんなに大きくなってとか浅見さんとか自分の娘だったのがこんなになったんだとかっていうのとかああ生きてたのかとかなんかねああサラとかなんかそういう感じがまた不思議なんですよねそれが自分一人の中でこう芽生えてくるっていうそれがやっぱすごいなどの役が一番難しいですか難しいのは、まあ、どれも難しいですよね難しいけどだけどふと思ったらこうこのムワダの作品って結構戦争とか、まあ、暴力とか悲惨なあの状況が多かったりで、まあ、大体戦争、まあ、死がすごい絡んでたりとかするんだけれども今回初めてその、まあ、現代2000年代に入ってからの話になってでもそこでもやっぱり死が絡んでてその死っていうのは今度病だったりするんですよね。がんとか 病気あこれってもしかしたらみんな経験してる日本人にしてどうにもならないものもう国とは関係なしでどうにもならないそうあの病っていつ来るかわからないし自分にもわからないしでもそことなんかこう向き合うことのなんかリアリティみたいなのはちょっと感じましたよねすごくねでもやっぱ死が絡んでると大変大変ですよでもみんなそれを乗り越えてこう生きてるんだけれどもその乗り越え方とかっていうのがいやこれはちょっと一筋縄ではいかないなって思いますよね